二人ともお願いします。そのままで結構です。ありがとうございます。気づけて帰ってください。はい、ありがとうございます。素晴らしいバイク、ありがとうございます。美味しかったです。またお願いします。また明日お待ちしてますんで。よろしくです。すみません。これは何ていうバイクですか？VT の250スパーダです。スパーダ、何年モデル？何年だったかな。91年ぐらいだった。いや、こんだけ劇的に変わったらすごいね。そのマフラーどころでワンフで？これはそうですね、ワンフというか自分で作ったやつです。なんかメーカーやってるんですか、ひょっとして。いやいやじゃないですね。エンジンをほんならマフラーを聞かせてもらえますか？お願いします。大丈夫、ハイガスちょっと、これめっちゃ、大丈夫ですか？もうちょっと前行ってくれたら、はい、かっこいいね。これはひょっとしてヤマハの T-MAX です。何 cc のやつ？ 500cc です。これひょっとしてな、50周年モデルですか？そうです。素晴らしい。マフラーはどこ入ってるんですか？ヒットマン。ヒットマン、エンジン音聞かせてもらえますか？サイドスタンダーってエンジンかかんないとね、これは。はい、よくなってる。 OK、そうだ、もう準備してもらったら。あ、そうですか。すまない、段取りしてもらったら。でもこれほんまに結構ツーリング先では声かけられますけど、絶対声かけられます。120% OK です。まあ、元が地味なバイクなんで。ああ、ねえ、これ外装キット作って売ったら儲かりますよ。気づけて帰ってくださいね。下道で帰るの？下道で。 OK、 気づけて。